ちょうど8か月前のことし2月7日大崎市鳴子温泉にある巨大こけしの頭の部分が落下しましたこのこけしがクラウドファンディングにより年内に修復されることになりました大崎市鳴子温泉でこけしを販売する岩下こけし資料館で2月7日店先にあった高さ6メートルのこけし2体のうち1体の頭が落下してしまいました 落下前に50センチほど積もっていた雪の重みが原因とみられています。コケシの頭は今もほぼ同じ場所に保管されています。ユサさんが撤去するか復活させるか悩んでいたところ、客からあるアドバイスを受けました。クラウドファンディングという方法が ありますっていうふうにね、それをまたお客様から教えていただきまして、まあ、あのじゃあ、それにちょっと挑戦してみようかなという感じになってきましたユサさ,さんは、修復費用の220万円のうち100万円をクラウドファンディングで募ることにして、先月28日に募集を始めたところ、僅か2日で目標額を達成、きのう時点で募金額は160万円を超えました。

修復してあげればいいなと思ってますえきれいになったところでまた見てみたいまた来たいと思ってます年内には修復が完了し復活した巨大コケしがお披露目される見込みです